毎日毎日ね、お弁当を作ってるわけですけど、最近はね、スタッフがお弁当を頼むことが多くて、なので、普通のねお客さんの注文が2個とかしかないのにスタッフが5個とかになって、もう福利厚生みたいになってね、スタッフの、まあでもそれをね頼んでくれるんだからありがたいですよね。だって社長が作ったお弁当を食べる、あ、なんかこの前ね NHK でなんかまかない飯みたいのをやってたんだよ。いや、あるじゃない、中井貴一がナレーションやってるやつ、あれでね社長が作るお昼ご飯みたいな特集があって、であれなんか気持ち悪い持ち上げ方するんだよね、ナレーションで、いやー美味しそうとか、こんな会社にで働けるなんて羨ましいなとかって言うんだけどさ、なんかどれも大した美味しそうじゃなかったんだよね、僕が見るによ。だからそういう風に社長が作るのが好きなのに、その社長があんまり美味しそうじゃない、もしくは社長の好みが、まあ、自分の食の好みと合わないって言った場合はものすごい苦痛だよね。それが理由で会社辞めちゃうことになるよね。だから難しいね。なんかこうスタンダードなものがなんとなくこう今の世の中、今の食のスタンダードってこう割と既製品を買うっていうのが主流になってるからね。なんか僕なんかだと会社に出た社長が作った会社のになんかそのチューブのわさびとかチューブの生姜が出てきただけでなんとなく嫌になっちゃうかも。そういう意味では難しいね。そういうことがあるから、まあその社長が作ったものをみんなで食べるっていう会社は、まあなんであれコミュニケーションはよく取れてるっていうことかもしれないね。はい、それでは今日のお便りをまた紹介していきます。今週はねコメントしてね週間なので、まあいっぱいついたね。隠れキリシタンじゃないよく非常に悪い例えを今から言うけど、バルさんみたいなタクトさ、こんなところにゴキブリなんかいないと思ったのにいっぱい出てきたわっていうのあるじゃない、あれみたい。ほんと失礼だよね、失礼だけどみんなこの調子で帰ってもらいたいよ本当に。でまだまだいるはずなんだよねまだまだタンスの影とかに潜んでるはずなんだけど。はい、じゃあ山本さんです山本さんもね、お弁当クラブの山本さんの方ね、井川さんのラジオは東京時代はいつもお風呂で聞いてました。ながらで聞けるのはラジオの良いところ。 YouTube もリビングのテレビで見てるのでコメント投稿するにはハードル高かったのですが重い腰を上げます。いいね。私は大学を新卒で出て金融機関に入社し転職もせず家族を持ち、転勤事例にも素直に従い都内に家を買い現在単身赴任中っていう井川さんと同い年の旧世代サラリーマン代表選手です。全部井川さんの逆サイドみたいな人生ですが、イカヒコ塾の中ではレアキャラだと勝手に思ってます。いろいろちょっとずつコメント頑張ってみますのでよろしくお願いします。山本さんね、お弁当クラブでね、ほんと異色でお弁当クラブってやってんのよ。で渋谷のね、うちはパルコの前にあるんだけど、渋谷のね近くにここにも書いてあるように、大きなね金融機関に、いらして、なんだか突然お弁当頼むってことになってね、まあ前々からマミックにはよく来てくれたみたいなんだけど、でもねこうやってその今年湘南の方に転勤になっちゃって、
今単身赴任してるっていうけどね、まあ、こうやってラジオに行って続けてくれてるのは嬉しいね。いや本当に。で同い年っていう言うのも知らなかったしね。はい次、玉川中町さん、私が言うからでしょうけど、うちの中学1年生の息子でもスーパーの買い物カゴに入ってるものとその飼い主の健康状態を見ればそりゃそうだよねって言えます。こんな基本的なことと私も今なら言っちゃいますが、さまざまなメディアの呪縛から解かれないとどうすれば健康になれるのかわからないんでしょうね。全部正解でなくてもいいから少しずつでも正解な食生活を求める人が増えるように私も働きかけないといけないんですけど、コロナを説明するのと同じぐらい情報のギャップがあって説明できません。これは本当そうだよね。あのスーパー、ねえ、うちの事務所の近くにねロピアっていうスーパーがあるんだよ。まあ安いんだよ。いや、まあ、安いように見えるんだよ。なんだけどね、僕欲しいものがほとんどなくて、なんだけどいつも混んでんだよね。ですごいね、惣菜コーナーが充実してて、今あのスーパーで焼くピザみたいのも人気だよね。もうピザの時間になるとみんなわーって来ていっぱいお惣菜を買って、でふりかけなんかもねすごい10メートルぐらいの棚全部ふりかけなんじゃないのっていうぐらいあったりするんだよ。だけど欲しいものがないっていうか、まあだからそのスーパーの買い物カゴに入ってるものとねその人の健康状態っていうのはそれは何らかの因果関係はあるよね。あるに決まってんだよ。だって食べるものでできてんだから人は。このでもロピアの社長の社長とカトパンだかアヤパンだかカトパンかが結婚したらしいよ。はい次、空飛ぶ発酵料理人さん、先ほど神奈川4区から出馬予定の常木さんの配信を聞いてなるほどと思うことがあり少々書きます。この騒ぎは私たちが収めるのではと感じたのは、新型インフルエンザも昔からある風土病もずっと私たちとあるわけで、私たちがいかに死と向き合うかではないのかという死生観です。今年の風邪は厳しかったねとかインフルエンザは辛かったねみたいな、誰も言わないけど人もゲージで飼われた鳥みたいに、健康管理をされる時代となり、食べ物からのマッチポンプでワクチンを打つとかがんのワクチンを打つとか、コロナは概念という方がいますが、私たちは死というものを概念として捉えようとしているのか、または生と死までビジネスにしたいのではと感じます。某公明党は立て看板に不妊治療を党の公約にしているようです。先見の目はそこみたいな、昨日いろいろあったのですが、政府も会社も最優先すべきことをせずに、規定や自らの立ち位置を維持することしか考えてないということ、私が普段どんな状況でも根底にあるのはお客さんも搭乗員も全ての人を家族のもとに無事返すことを念頭に仕事しているのですが、経営者がそう思ってないことにへこんでいます。まあこれさっきのね玉川さんも言ってたけど、コロナのこととか食べ物のことはそれ良くないんじゃないのっていうことを説明するのは難しいね。だって僕に言わせれば真逆の方向に猛ダッシュしててもこっちが正しいと思って走ってる人にね、そっちは真逆だよって言ったって、スピードを緩めることはできるかもしれないけど、ベクトルを変えることっていうのは難しいっていうより無理だからね。頑張れば頑張るほどベクトルがずれてんだからさそっちじゃねえんだけどっていうことでじゃない。だからディレクターっていうのは方向を示すって意味だもんね。ディレクションだから僕はこのコロナの対策にしても、まあいつも今の医療にしても方向が間違ってるんだと思うよ。その程度が間違ってるっていうより方角が間違ってんじゃないかと思ってるけど、まあここの、指摘があるようにね、生と死までビジネスにしたいんではって感じますって言うけど、生と死までビジネスにしたいんじゃないの。この前なんだっけ、星野さんがお店にね連れてきてくれたっていう人の話、日野ちゃんから聞いたけど、助産婦さんなのかな、
でも助産婦さんも今家じゃ産めないってね、今家で産むのが制約がいっぱいあって、だからやっぱり病院で生まれて病院で死ぬようにまあしてるんでしょう。でこれはいろんなタブーってことにしてね、いや家で死んだらタブー、家で生まれたらタブーってことにするけど、まあ要は金だろって思うよね。はい、次、ヌノピ、ヌノピは今度のドラマのにバッチシ出ますから、お楽しみに。暑い夏は冷たいものが飲みたくなりますね、なりますよね。ヌノピーってコメントになるとちょっとおねえ言葉なんだよね。暑い夏は冷たいものが飲みたくなりますよね。今回は冷たいお茶について話していますが、お茶を含めた冷たい飲み物ということでコメントしたいと思います。冷たいもので思い出すのは小学生の時のことです。当時小学生の時の6年間は、親戚の人たちと毎年三浦海岸に海水浴に行ってました。3年生の時のことですが、アイスやら冷たい飲み物やらばかり飲んだり食べたりしていたら体調が悪くなり、泳ぐどころではなく宿で寝込んでしまいました。食べ物も食べられず、それどころか薬さえ飲んでも吐いてしまう事態。そんな状況なので親戚の人たちを置いて親と一緒に先に東京に戻りました。結局3日間は胃が何も受け付けず、唯一食べられたものはヨーグルトだけでした。今からすれば冷たいものの取りすぎで極端に内臓が冷えた結果免疫力が落ちたのだと理解しています。それ以来合間に温かいものを挟むなど冷たいものばかりにならないようにしています。なのでお茶といえども冷たく冷やしたものの取りすぎには井川さんもご注意遊ばせ。はい、薄着もダメだよね。僕もずっと夏の間は長袖だけど、みんな薄着だね。でも薄着で体調いい人あんまいないよ。はい、次。ルルさん、昨日はラジオを作業しながらながら聞きをしました。リビングで梅干し用のシソの葉を枝から摘んだり葉を揃えたりしながら聞きました。座って内職のように作業してると傍らで井川さんが喋って、小さな茶器でと無名のバッハの2本を聞いたのですが、語りかけてくる調子がまるで家族がそこで喋ってるような錯覚がありました。あれ、この人喋ってる人家族だったっけ的な、面白かったです。どういうあれだと思うのかしらね。でそれでその無名のバッハについてコメントくれてます。ちょっと長いです。父が病気で寝たきりになり天井を見て過ごす日々が続いていた頃、父がしばしば思い出すことがあった。子供の頃父より10歳上の姉が父より10歳年上の姉がずいずい、そういうことね。子供の頃、お父さんが子供の頃、お父さんより10歳年上のお姉さんが、ずいずいずっころばしをして遊んでくれたという。父は気管切開をしていたため声が出せなかったが、思いを口パクで伝え、口パクでずいずいずっころばしを歌った、天井を見ながら。また父は子供の頃同級生のおばあちゃんに可愛がってもらったことをしきりに話した。同級生の名が変わった名前だったため私はその名前を覚えてしまった。父が亡くなった後ある日何かの用事で日赤の会見にいた時、マイクでその同級生の名前が呼ばれたことがあった。私は思わずその方に声をかけた。その方はご夫婦で来ておられたが、私は父の娘であること、父が生前あなた様の おばあ様に可愛がられていたことを話していたと伝えた。テレビでホリエモンが泣いてるのを見たことがある。ホリエモンは自分はどんなに頑張っても母親に褒められたことがなかった、褒めてほしかったとボロンボロン涙をこぼした。番組ではそうしたホリエモンの思いを事前にスタッフが母親に伝えたらしく、母親からホリエモンに手紙が書かれ、その手紙が番組内で読まれた。その手紙には、そう思っていたのですね、でもお母さんはあなたを褒めていましたよと書かれていた。20代の頃、習字の先生が私のコーラスグループの発表会を見に来てくださった。先生は大きな口を開けて、はっきり口を動かしていて、あなたが一番だと思ったわと言ってくださった。娘たちが2歳の頃、お母さん見て見てとしばしば言ってきた。こんなことができるよと自分で考えてできたことを知らせてくれる。まだ喋れないうちは自分がいいことをしたなと思った時には自分の頭を撫でて気持ちを示した。
日常の中にある承認という欲求、その満足感。僕このルールさんのコメントはとてもいつもなんていうのかな、枕の創始的だなと思ってて、そのシーンがパッパッパッとインサートのように描かれるんだよね。でこれ無名のバッハの話とほとんど関係ないんで、無名のバッハを聞いて、まあその時にいろんなことが頭にフラッシュするものをね、こうやってスパスパッとで、そういう時に限そういう時はコメントもデスマス調じゃないんだよね。うん、だからそういう使い方なんじゃない、コメントを書くことでフラッシュバックするものをね、枕の草子のように書くっていう。はい、次、海蔵さん、豆クルを今週から聞き始めて、昨日も楽しみに、明日も楽しみにしております。ありがとうございます。 YouTube は本当中毒性が高く、僕もちょっと距離を置こうと思っていますが、氷川さんのラジオチャンネルは聞き続けていきたいと思いました。継続力すごいですね。いや本当よ、YouTube はねいいんだけど、中毒性っていうか衝撃的なものがいっぱいあるからね、味の濃いものばっかり選ぶようになるけど、みんなねそのうち味の濃いものは食べられなくなって、うちみたいなね一家彦チャンネルみたいなものの方がね生き残ると思うよ。味薄いからね、だいたい味の濃いラーメン屋って最初並ぶけどいずれ潰れてるもんね。うん、それよりなんか味の薄い品そば屋みたいなものの方がずっと続いてたりするでしょ。まあ流行ってもないんだけど、その品そば屋目指したいね。はい、次、さとみの自己紹介はまあみんな読んどいて、うん、あこれみんなも読んどいてほしいね。ではどうしようかな、あこれがいいね。星野さん、今日は蒸し暑いのでふと思い立って喫茶エトワールの T シャツを着て出かけました。喫茶エトワールの T シャツっていうのを作ったのよ。これもねイカヒコ塾の人にしか売ってないというか、まあ一つずつオーダーメイドで作るんだけど、いいんだよ、なかなかいいから、このラジオを聞いてなかなかいいその T シャツ欲しいっていう人はコメント欄に書いてよ、作ってあげるよ。今これちょうど追加注文入って作ろうと思ってるとこだからね、このラジオの人にも来てほしい、この喫茶エトワールの T シャツ。クリーニング店の帰りがけにイカヒコ塾のおひつを買った、これねおひつを買ったとこあるのよ、群馬の桐生で。鈴木風呂店の前を通って奥さんがいらしたので3ヶ月ぶりに立ち寄りました。 T シャツを見て、あらそのお店はどこにあるのと第一声、豆彦の関係の架空のお店なんですよと言うと、あらいいわねと奥さん元気でした。あの筆はお食事会でこんな風に使われてますよと話すととても嬉しそうでした。星野さんの旦那さんのボーナスが入り、私にもボーナスが入ったので記念に自分用のお筆を買いました。楕円形の可愛いお筆です。うふふふ、あれいいね、あの楕円のお筆僕も欲しいなと思ってる。お昼ご飯を食べに寄ったカフェでもその T シャツ可愛いと言われ、喫茶エトワールやエトワール吉野さんのことを話したら YouTube 見てみるとお店の人が言ってました。実家の母から電話があり、シラスがあるから寄ってというので帰りに寄ったら T シャツを見て第一声、あらそのお店知ってるよ知るわけねえだろ。キリュウではエトワール T シャツが受けがいいみたいです。これねキリュウとエトワール吉野の親和性の高さっていうのはねちょっと研究に値するかもね。いいね、このエトワール吉野の T シャツを着てるとみんな関心が持ってくれて、そのうちコンサートに来てくれたりするといいかもね。もう今のうちから 言っとくけど、12月のね、いつだったっけな、あ25ん25じゃねえな、12月の、あ
5日12月の5日にね、エトワール吉野のライブを渋谷でやるんですよ。渋谷のねまたすごい大きいところ借りちゃったわけ、もう12月5日にね。でこれはねもうねお金払うから来てほしいよ。あれ人数少ないとね、なんか借りた人も貸してくれた人もさあらっていうね、広い体育館で4人ぐらいでやってるような気になっちゃうからさ、これもう12月5日は開けて絶対に来てほしいね。でその誘う相手のためにその T シャツぐらい作ってあげるから、あのお願いします。もう吉野だけはお願いするよ。もうあんた他はさ見に来なくてもいいし、もうお店も来れる人だけ来ればいいけど、吉野だけはなんかもう日付決まっちゃってるし人が来ないとな成立しないからさ、もう12月5日はエトワール吉野でお願いします。はい次、柿三郎、コメントしてね習慣が誰かの発信にコメントを書くという行為について考えるきっかけになっています。いざ意識してみると発信することそのものよりもコメントを書く方がより気構えてる自分に気がつきました。発信者に対するメッセージだと思いすぎてるのかもしれません。これは慣れの問題だろうか。この機会にコメントを心がけて心境の変化を確かめてみようと思います。これもうまさにさっきのさ、いろんな人のコメント読むと分かるけど、ルルさんなんてもう関係ないからね、無名のバッハなのに全然そのああでもないこうでもないっていうことで、でもそういう人が多いし全然それでいいと思うよ。その何もそのこれは一つの正解があるわけではないので、昨日雨降ったとかね、昨日アイス食べたら当たったとかそういうことでもいいと思います。次、また山本さん、山本さんのコメントは毎日読みたいね。気がつけば人生の半分以上を今の会社でのサラリーマン生活に費やしています。井川さんや井川彦塾のメンバーからは、新たな気づきと同時に心のままに置かれた状況に抗えよと知った激励されていると日々感じていますが、組織が巨大すぎるのもあり、会社にいる限りは会社の方針に従おうと決めた諦めたのだと自分を納得させています。私のポケットの中身はこんなちっぽけな心構え、面構えです。でも私はプロのサラリーマンですって胸を張って言えます。いやこれはね、このまま乗ってビアンカのセリフにしたい。伊丹十三が映画を作った時に、どうやって映画を作ったかっていうことをね、毎日日記で書き記してる本があるんですよ。マルサの女日記とか、その中にね、プロのサラリーマンっていうものを演じることほど難しいことはないって。役者がね、役者っていうのは、軍人になったり警察官になったり、犯人になったりってことはできるけど、プロのサラリーマンっていうのを演じるっていうのはとても難しいと。でそれはなぜかというと、プロのサラリーマンっていうのはいろんな仮面をつけて、表向きのね、まあ営業なら営業のそのお客さんへの顔、社内での顔、上司への顔、部下への顔、複数の顔をその時その時で使い分けてるっていうことだから、一つその人っていうものを端的に表しにくい。でもだからこそその複雑性が顔に出ていて何とも言えないものなのだよっていうことを言ってたの。まあこれ山本さんのこのコメントもそれに通ずる世界があるね。自分の中にある本心みたいなものと会社に従おう、ちょっと抗ってた時期でも、まあ飼いならされちゃった、でそのことに気づいてる自分、でも抗わなきゃいけないと思ってる、でもっていうのがあって、立派だと思います。立派だと思うけど、あえてけどってつけるとすれば、体には気をつけてほしい。そういうことが体に、出なければね立派だと思う。でも出ちゃったら嫌だもんね。せっかく何のために頑張ってきたのかなってなっちゃったらかわいそうです。次、柳さん、
コメントしてね、週刊とっても楽しい。皆さんのコメントを読むのもいつもに増して楽しい。なんか輪になってみんなで話してる感じがします。私はよちまるや豆くるは朝ごはんの用意をしながらとか掃除をしながら聞くことが多いです。この前は豆くるのわかんない気持ちにグッときてしまい、味噌煮込みうどんの話は雑巾がけをしながら涙が溢れてきました。同時に雑巾がけをしながら泣いてる自分も面白かったです。最後の方を少し引用します。うますぎるって言って泣くんじゃないんだよ人は。なんだよこれ、もっとうまく作れんじゃん。なのになんでこんな不器用っていうところが自分の不器用と重なって、人は人を愛せるんだよ。わかるか、違いますか、そうでしょ。以下続く、聞いてない方はぜひ、ナンバー24です。マメクロのナンバー24をじゃあみんなで見てもらって感想ください。はい、次、福岡さん、気まぐれヴィーナス井川さんが笑ってくれたので良かったです。自分で書いておいてどんな歌だったか覚えてなかったので YouTube で検索してみました。去年のトマトは青くて硬かったわですね。桜田淳子がすごい格好で歌ってました。ちなみに僕もラジオ瀬尾さん出身です。はい、次、名古屋の山本さん、ノッテビアンカの制作発表会が開催されている頃山形にいました。呉服屋が主催のツアーに参加してました。着物を着るようになって1年足らずでですが、 5,6 年前からずっと和服に興味を持ってました。多くの人が持つ着物のイメージは成人式や結婚式の振袖、結婚式の打ち掛け、初詣、納涼、花火大会の浴衣くらいでしょうか。普段着として日常生活に合った和服が随分と敷居の高いものになってしまったなと思ってました。伝統工芸品の技術の中には、かつて生活の中で生まれ使われていたものも多いのでは。他にも生活の場から消えていくものが、かつては生活の中で生まれ使われていたものも多いのでは。芸能もその一つ、地元に伝わる祭り太鼓やお囃子も消えてしまった。働きながら仕事に必要な道具を作り使う、晴れの日にまったり演奏するために稽古に励む、そんな生活環境がいいなって思っています。世の中には便利なものがあふれて金を出せば手に入ります。さまざまなエンタメで楽しむこともできます。消費するだけの生活環境には自ら作ることはなくて、物を修理して使い続ける愛着性もなくて、どこか自分さえもなくしてしまった世界に感じてしまう。生活様式はどんどん変革していくものだけど、自分を見失った根なし草ではいけないような気がするのです。さて山形の旅では織物屋や、染め物屋でいろんなことを学んだのですが、生活と仕事が分離していない感じが良かったですと。まあ今日はここまでにしようか。まあ、山本さんも含めてね、ここのお便りくれてる人たちの共通してるものは、昔はこういうものがあった、でそれが、まあ、要は全部金に変わってしまった、それはどうなのと、それは人間関係もそうだね。でそういうことが、リアルに現役の若い子たちはこのまま進んでいいんだろうかと思っているし、僕らぐらいの年の山本さんも含めて、こうした方がいいよっていうこともはっきりと明示できない、提示できない、辛さっていうのかな、至らなさっていうことに、まあ毎日考えながらね、まあそれでもまあ楽しく生きていくっていうことだと思うんだよね。だからもちろんそれぞれ趣味の世界で生きたりすれば、いろんなことは あるんでね、旅行でも趣味でも、まあ気晴らしにはなる。だけどそもそもなんだっけっていうことについては、やっぱり時々じゃなく毎日、考えた方がね、ついてしまった癖っていうのは取れないから、何か考えるきっかけにねした方がいいんじゃないかなと思いました。はい、ということで今日はこの辺で、また明日、お便りをお待ちしています。